温泉に行きます。今3時ぐらいかな、3時前ですね。そばを食べてカフェでちょっとまったりしましたんでね、もう3時です。ここからね、おそらく温泉まで30分ほどかかるんで、3時前、お昼過ぎだね。もう昼下がりに温泉に入ろうという、なんて贅沢なね。今日はでもいいんです、今日はもう気持ちよくなる日だからね、とことん気持ちよくなりに行くんです。ねえ、わ、綺麗だな、素敵だな。いや、天気もいいですよ。ずっと今日はいい天気だね。本田薬師温泉ぬくもりの号だっけ、そういうところに行きます。まあ、以前行ったことあるんですけども、かなり露天風呂がね大きくて僕好きな温泉です。猫カフェ、猫カフェがあるよ。古民家で猫カフェ、古民家で猫カフェとか言ったら、なんかもう家主はものすごいおばあちゃんがね、妖怪みたいな人がやってそうなイメージがありますけど、こんなところでか。あ、興味はあるな。あ、鯉のぼり、それはそうだよな、そういう時期だもんね。鯉のぼりですね。いいとこ、めちゃくちゃいいとこだな。おい、すごくいい道です。気持ちがいいです。いやー、素敵、素敵だ、素敵よ、素敵よ、素敵よ、お客さん。いやー、もう最高だね。今日は本当僕は気持ちよくなりに来たね。気持ちいい道です。もうのんびり走っても気持ちいいわ。いや、風が気持ちいいんですよ今日は。とにかく空気が気持ちいい。現れるわ、もう現れまくってますね今日は。最高です、最高です。右ですね。気持ちがいいですね、最高だ。はい、抜いてください。はい、抜いてありがとう。山がね、もうね、山が綺麗なのね。あの新緑の黄緑っぽい、なんか薄い緑のねやつがね、濃い緑の中に混じってね、山の表情が豊かなんですね。いや、それをねこう眺めるだけでもね楽しいね。季節の移ろいっていうのを感じるよね。ああ、夏になってくんだなこれな。いやー、季節は巡るなね、歴史は繰り返すよね。安全運転で参りましょう。これガス欠だね、なんかそんな雰囲気になってきたね。ガソリンを入れなきゃいかんかったかな。あ、ガス欠だわ。これはリザーブタンクにしないといけませんね。もうちょっとリザーブにしましょう。リザーブにします。リザーブ、よし。ほら、自転車です、頑張ってます。道の駅かなんかによってね、お土産も買いたいですね。はいはいはい、ちょっと細い道をね通っていきます。大きい道じゃなくて細い道で行こうという、そういう目論みです。多分ならではだね、こんな感じにさ、細い道とかちっちゃい道とかね、あの外れた道をさ走って楽しいなと思うのは、まあ、ゆっくり走れるからね、身軽だし、まあ、駅がありますね。 JR 古市駅だそうです。いや、ほんといろんなとこあるな、ほんとにいろんな場所がありますよね。いろんな景色もあるしな。お、イノシシ肉、イノシシ肉屋さんですよ。ジビエってやつですね。ジビエ、ジビエ欲しいな。この土地の需要を育んだものをね食べてパワーいただきたいですね。どっか売ってるかな。はい、抜いて。はいはい、本田薬師温泉ぬくもりの号、ここです。よし、入ろう入ろう。よしよし、今日は月曜日だから空いてるね。登ってきますよ。これ登り切ったところにね、
あるんです。温泉、温泉、レッツゴー、レッツゴー。ああ、着きました、着きました。ここです、ここです。バイク専用の駐車場があるんだね。お、なんか SR が止まってるから、この、こいつの近くに止めてしまえ。よしよし、ビシッと。ビシビシッと。はい、到着。すごい天井が高くて気持ちいいね。お風呂の中もね、天井高くて気持ちよかったです。露天風呂が大きいんだよね。いや気持ちよかったです。はあ、さっぱりした。さあさあ、ちょっとでも天気が少し崩れてきたかな。あ、でも本当ちょっと向こう側怪しい感じ。まあね、もうでももう帰るだけなんで、ちょっとだけ寄り道して帰ろうかなと思いますけども、いや癒された。今日は癒されまくりだ。もうなんかでかいのが止まってるぞ。ハーレーですかね。すごいヘルメットやな。高そう。こっちはトライアンフ。あ、トライアンフいいな。かっこいいな、トライアンフ。いいね、トラかっこいいね。いやー、僕のカブもかっこいいよ。かなりいいですよ、これは。かなりいいですよ。あー、でもなんかもう雨降りそうな雰囲気になってきてる。やばい、早く帰ろう。まあお風呂入って小腹が空いたので、ここの近くに卵かけご飯専門店というのがあるようなんですね。玉之助というお店らしいんですが、そこで卵かけご飯などをね、ちょっとパクッと食べて、そして帰ろうかなと、そう思っております。もう着くかな。もう着くよね。まだやってるかな。一応なんかお店は5時までとは書いてありますけど、あれだよね、玉之助、書いてある書いてある。よしよしよし、卵ご飯専門店行ってみやろうじゃねえか。うわー、かわいいじゃん。かわいいお店ですね。よいしょよいしょ、ここに置こうか。よし、到着。卵かけ定食をお願いします。定食だけでよろしいですか。来ました来ました。おいしいな。だし巻きもらっちゃいました。おいしそう。ご視聴ございました。ごちそうさまです。いや、うまかったな。美味しかった。美味しかったです。うわー、これはうまい。あ、風が強くなってきたぞ。ちょっとじゃあ帰ろうか。よいしょ。よいしょ。いや、これは雨が降るぞ。これ、これは雨が降る。雨が降るのが早いか。
俺が家にたどり着くのが早いか。そんなとこだよね。ちょっと気温下がってきました。やっぱ日が落ちると気温は山だからね、気温は下がってきます。ちょっと今ね、あのパーカーを1枚羽織りました。今日はこれとウィンドブレーカーとあとカッパもあるんで、まあこれ以上寒くなっても対応できる状態にはしております。この季節ね、なかなか読みづらいですからね。革ジャンで昼間走ったら暑いけど、夜だったらちょうどよかったりしますからね。抜いてください。はい、抜いて、はい、って言って、はい、ここから三田市です。三田といえば三田対ガイアですね。もう見たの大学生の頃でしたけどね、メーサー車がね、バッタバッタと木をなぎ倒していくのがね、あれが当たると痛いっていう感じがすごくして、すごいすげえなって思った記憶があります。あー、でも道の駅あるかな。道の駅がもし途中にあれば寄って何かお土産を買いたいと思いますがね。今回そばとかね、おしゃれなカフェとか行きましたけど、他にもね、美味しいお店とか、あのおしゃれなカフェもあるみたいなんで、またちょっと檻を見てね、笹山はもう一回行きたいと思います。今度は泊まりへ行ってもいいかもしれませんね。どっかね、宿泊先取って一泊うろうろツーリングみたいな、そういうことをしてもいいかな。はい、最後までご視聴ね、ありがとうございました。また元ブログ、まあ、カーブで行ったり BMW で行ったり、いろんなとこね行こうと思ってますので、ぜひチャンネル登録してください。ではでは、またバイバーイ、また見てね。ちょっと道の駅稲川に寄って、なんぞお土産があればお土産を買いましょう。よいしょ。あれ、もう閉まってる。あ、閉まってるわ。道の駅もう閉まってます。閉まってた、残念。稲川町のマスコットキャラクター、稲坊くんです。稲坊、もう閉まってるわ、帰ろう。